もっと美味しい健康へ、シェフパートナーズ山下塾、山下敦です。これからフリカッセを作っていきます。フリカッセというのは鶏のクリーム煮込みです。フランスでは一般家庭でもよく食べられる料理です。それでは早速作っていきます。まず鶏のもも肉、これは骨外してあるものですね。これを4分の1にカットします。カットするときは皮を下目にしてください。それの方が切りやすいです。じゃあまずフライパンをしっかり温めて、これは別にテフロンでも何でもいいです。家庭にあるフライパンで構わないです。フライパンを温めておかないと鶏を入れた時にひっついたりしてしまうんで、しっかり温めてくださいね。皮面から必ず焼いてください。カリッと。で、入れて少し経ってから少量のバターを入れますね。お肉焼くときにあまり動かさない方がいいんですけれども、たまにこう見てあげるといいです。フライパンにひっついてしまうんで、こうたまにこう見ながらカリカリに焼いてください。ガスの火が一定じゃない家庭のガス台があるんで、こう回してあげるというか肉の場所を変えてあげて、こうこれぐらいで返していきます。そうしたらこっちはカリカリに焼くんですけど、こっちの裏側をあんまり焼いてしまうと硬くなってしまうんで、もうサッとにしてください。これを移していきますね。鍋に移した鶏肉にブイヨンを入れていきます。これだいたいひたひたぐらいですね。ブイヨンは市販のもので全然構わないんで、それを使ってください。そうしたら一旦必ず沸かしてください。ここでこのブイヨンを沸かしてても入れた瞬間にまた沸かなくなってしまうんで、一度必ず沸かしてから蓋をして200度のオーブンに入れてください。40分ぐらい。もし家庭でオーブンがない場合はすごい弱火でコトコト煮込んでください。弱火にしないと鍋が焦げついてしまうんで気をつけるようにしてください。これ沸くまでは強火で全然構わないんで、じゃあ今沸いたんで蓋をしてオーブンに入れていきます。はい、じゃあ40分経ったんで鍋を出したいと思います。これですね。一旦鍋から取り出します。この時になるべく崩れないようにしてください。トングなんかで、トングで持てればいいんですけど、だいたい40分経つと崩れちゃったりするんで、トングよりもこういうものを使ってください。かなり柔らかくなってるんで、そっと崩れないように扱うように。そうしましたらこの残った煮汁に生クリームを入れていきます。だいたい決まった量の3分の1を最初に入れて煮詰めていきますね。これ中火ぐらいで煮詰めていってください。この残った量にもよるんですけど、だいたい半分ぐらいになるまで煮詰めてください。でこの時に生クリーム入れる生クリームなんですけど、高脂肪のものをなるべく選ぶようにしてください。例えば植物性 100% とか
動物性のものと混ざってるものとかありますけど、それを入れてしまうと分離することがあります。だいたい料理に使うものはお菓子に使うものよりも高脂肪ですね。うちはだいたい 46% です。それではだいたい半量に煮詰まったんで、ここに残りの生クリームを入れていきます。残りの3分の2を入れていきます。生クリームを入れて沸騰したら、そこに濃度をつけるためにブールマニエというとろみをつけるバターと粉半々のものを入れていきます。まずバターをポマード状にしておいてください。柔らかい髪の毛につけるポマードみたいな感じですね。それを攪拌します。こうなったらふるった薄力粉を入れていきます。これ必ず薄力粉にしてください。必ず薄力粉はふるってください。ふるわないとダマになってしまうんで、必ずふるうようにしてください。バターと粉の割合を同量にしてください。だいたいこんな感じで出来上がりです。そうしましたら、先ほど作ったブールマニエを鍋の中に入れていきます。火加減は弱火にしてください。でどんどんとろみがついてくるんで、まあ自分の好みのところで、シチューよりもちょっと濃いぐらい、これぐらいですね。この中に粒マスタードを入れていきます。粒マスタードを入れたら、このマスタード色にするために、ちょっと家庭でもしターメリックがあればターメリックを入れて色をつけていきます。あんまりたくさん入れるとこのターメリックの味になってしまうんで、うっすら黄色くなるぐらい。これぐらいでいいと思います。ターメリックを入れることによって、やっぱり色合いも綺麗になるし、なんかマスタード色でマスタードが入ってるんだなっていう感じになるんで、ない人は別にそのままでも構わないです。そうしたら最後に塩コショウで味を整えます。味が整って OK でしたら、最後に先ほどの鶏肉をまたこの鍋に戻します。それではマッシュルームの飾り切り、シャンピニオントゥルネというのをやっていきます。まず真ん中にこう少し目印になる点を打って、包丁をこう動かして削るようにゆっくりやっていきますね。こういうふうに、こんな感じでどん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 こう回していって、最後こうなるまでやってください。そうしたらレモンにお水を入れたレモン水の中にこれを入れます。それ入れる理由は色が変わらないように。鍋の中に同じこのレモン水と、このマッシュルーム、バターは風味を与えてあげるために入れます。で、落とし蓋をして弱火でコトコト煮込んでください。40分ぐらい煮込んだやつがこういう風になります。煮込んだやつですね。これを後で盛り付けに使っていきます。それでは盛り付けていきます。そうしたら茹でたブロッコリーと先ほどのシャンピニオンを盛り付けていきます。
鶏肉を濃厚なクリームで柔らかく煮込みました。フリカッセ完成です。ではこれから冷製パルマンティエを作っていきます。パルマンティエというのは、まあ、基本的にはジャガイモのグラタン料理なんですけれども、それを冷製に仕上げていきます。セルクルを使ってまたおしゃれに仕上げていきたいと思います。ではまず牛のすね肉ですね。これを香味野菜とお水で煮込んでいきます。もう牛肉にはあらかじめ塩コショウをしてあります。鍋に牛のすね肉と香味野菜を入れて、まあ人参、玉ねぎ、セロリは葉っぱでもいいですよ。セロリ、あとパセリの茎、ニンニク、タイム、ローリエ。もうこのタイムとかローリエはなければ別に入れなくても構わないです。ではお水を入れていきます。これで沸騰するまでは強火でいいんですけど、沸騰してからは中火、まあ弱火ぐらいで、ずっと5時間煮込んでいきます。その間水分がなくなって焦げてしまうんで、水を継ぎ足し、しながら5時間煮込んでください。では沸騰したんで弱火にします。このまま弱火にしたまま5時間ぐらい煮込んでください。でこうアクが出てくるんで、アクをすくいながら、またお水もねどんどん煮詰まっていくんで、足しながら煮込んでください。お芋を塩茹でしたやつをこれから裏ごしていきたいと思います。もうあらかじめこれ煮込んであるんで、だいたい2時間ぐらいですかね、2時間ぐらいかかります。じゃがいもは必ずメークインを使ってください。なぜかというと、男爵だと煮崩れてしまう恐れがあります。皮を剥くときに非常に熱いんで、やけどしないようにしてください。じゃあこれを剥いていきますね。非常に熱いんで、布、まあキッチンペーパーでもいいですけど、手にあてがって剥くようにしてください。で必ず熱いうちに裏ごしていきます。熱々のうちに。裏にもこう溜まってるんで、きれいにゴムベラか、まあ、何かで取ってください。では先ほどの裏ごしたじゃがいもを湯煎にかけて、そこにバターを入れます。今からじゃがいものピューレを作っていきますね。で牛乳とクリームを沸かしてください。これ必ず沸かしてくださいね。せっかく温まってるのに冷めてしまいますから。あ、じゃあ沸いたんで少しずつ入れていきます。出来上がりです。これに塩、コショウで味付けをします。あと家庭にナツメグがある方はナツメグも入れてください、少々。そうしたら最後にゼラチンを入れます。
はい、ではセルクルにラップを貼っていきます。これ貼らないと中空洞になってるんで、物を流した時に当然下に流れ出てしまうんで、それを止めるためのラップです。こうピーンと貼りながら、こう鏡ミラーになるように、これぐらいピンと貼ってください。そうしましたらセルクルにラップを貼り付けたもの、それに先ほどのじゃがいもを入れていきます。だいたい15-16グラムですかね。でこう平らにするためにタオルの上でこうトントントンとやってください。先ほど煮込んだ牛肉が5時間経ったので、これをほぐしていきたいと思います。このお肉は冷めてからほぐしてください。こう簡単にほぐれていくんで、こう指先でこう細かくほぐしてしまってください。ではこちらのお肉にマヨネーズ、ピクルスのみじん切り、あと粉チーズを入れて混ぜていきます。じゃあ先ほど流したじゃがいもの上にこの牛肉を詰めていきたいと思います。隙間がないように結構きつく押しちゃって大丈夫です。紫ケールと赤水菜、キャラウェイとナズナ、あとオゼイユ、プティオゼイユですね、小さいオゼイユ、これはサーモンに合うと言われています。このクローバーみたいなやつが片ばみです。オキザリス、まあいろいろなハーブありますけど、これを盛り付けたいと思います。ではこれラップを外したものになります。下からこう押し上げるようにして外してください。で周りにハーブを盛り付けていきます。この押し出したものですけど、型の大きさにカットしてラップを巻いたものです。では最後にトリュフを中央に乗せたいと思います。うまみたっぷりの牛肉とじゃがいもを重ねた冷製パルマンティエ、完成です。タイの柚子マリネを作っていきたいと思います。まあ簡単なお料理なんですけど、盛り方一つですごい豪華な料理に変わるというところを見て
ていただきたいです。じゃあ作っていきたいと思います。まずボウルに柚子ジュースを入れます。柚子ジュースが手に入らない方はレモンジュースでも構わないです。ただレモンジュースはすごい酸っぱいんで水で薄めてください。あと柚子の皮ですね。柚子の皮を入れます。と塩、ここで少し攪拌して塩が溶けたら油を入れていきます。普通のサラダ油ですね。まあ柚子のドレッシングを作るような感じで作ってください。ではこれで出来上がりです。こちらに鯛をスライスしたものがありますけど、この包丁でスライスしました。まああんまり見たことないと思いますけど、これ僕たちがソーモンスライサーといって、こう主に魚ですね、魚を切るときにスライスするときに使います。鯛をスライスしたものがあるんで、これに先ほどの柚子ジュースを塗っていきます。片面だけでいいんですけど、厚めに切った場合は両面でお願いします、はい、じゃあラップを上から乗せて、こう空気に触れないようにして冷蔵庫でだいたい5時間ぐらいマリネしてください。マリネというのは漬け込んでください。5時間経ったものがこれになります。ではこれを盛り付けていきますね。そうしましたら、こういう型の中に敷き詰めていきます。まず一列敷いたら、ここにわかめをポン酢に漬け込んだものがあるんで、それを真ん中に少し乗せていきます。それでまた上から蓋をするように、また鯛を乗せていきます。こんな感じですかね。ちょっとドーム状になるように。そうしましたら、つまみ菜を周りに敷き詰めていきます。ピンセットがあればピンセット使った方がいいですね。ではこれで完成になります。じゃあこの料理用のドレッシングを作っていきます。まずマヨネーズをボウルに入れて、そこにポン酢を入れていきます。ポン酢は市販のものでいいです。柚子ポン酢がいいですね。柚子ポン酢が。はい、出来上がりです。では盛り付けていきます。で、これ茹でたスパゲティですね。じゃあソースをかけていきます。
じゃあセルクルを外していきます。で最後にキャビアを真ん中に乗せます。まあキャビアがご家庭におそらくほとんどないんで、まあ、いくらでも何でもいいです。自分の好きなものを乗せてください。ではこれで完成になります。とっても爽やかなタイの柚子マリネ、盛り付け次第でこんなにおしゃれになる一皿です。いちごジャムとフロマージュブランのデセール作っていきたいと思います。まあこれどんなものかっていうと、フロマージュブランといちごジャムと、まあ、生クリームを立てたものですね。それを合わせて型に流し込んでいくだけの簡単なデザートです。では早速作っていきたいと思います。まずフロマージュブランを使うんですけど、これ結構水分量が多いやつとかメーカーによって違うんで、水が多いやつはこのようにガーゼに乗せて水を切ってください。だいたい5時間ぐらいですかね。5時間ぐらいこのガーゼの上に乗せて冷蔵庫に入れておくとこれぐらいお水が出ます。はい、ではこの水分を抜いたフロマージュブランを使っていきたいと思います。まずボウルに入れてほぐしていきます。この時にあまり逆に今度硬すぎるようであれば、先ほどのこのジュース、フロマージュブランから出たジュースで多少調整してください。で次に粉糖を入れます。はい、粉糖は必ずふるいにかけてください。で最後にいちごジャムを入れます。これで出来上がりです。そうしましたら最後に生クリーム 35% ですね。これ8分立てにしたものを入れてゴムベラでさっくり混ぜます。はい、ではクリームを絞り袋に詰めて、このガーゼを置いたこのココット型ですね、これに入れていきます。その時にシワがあまり寄らないようにこう寄せるようにして絞っていってください。少しこうタオルを置いてトントンと空気を抜くようにしてください。そのまま包み込んでいきます。で最後に同じ型のココットの中にこう重し、まあ、これ何でもお米でも何でもいいです、小豆でも、これを乗せて重しをしてください。これでだいたい3時間ぐらいですかね。3時間ぐらい冷蔵庫の中で冷やし固めます。では冷やし固まったものをお皿に盛り付けていきます。まずこれコツとしてはガーゼをこう広げてピーンと張りながら、こうなんて言うでしょう、突っ張りながら、外すといいと思います。では最後にいちごソースをかけていきます。いちごのソースはいちごのピューレにシロップを混ぜたものになります。
では3分立てぐらいにした生クリームをデコレーションしていきます。いちごとミントを乗せて出来上がりです。いちごジャムとフロマージュブランのマリアージュをお楽しみください。いちごジャムとフロマージュブランのデセールできました。シェフの知恵をご紹介します。今回は野菜の目利きを紹介したいと思います。じゃあまず人参の目利きからですね。この芯の部分が小さいものを選んでください。大きいものは葉に栄養がいっているためあまり美味しくないと言われています。あと見るポイントはここですね。ヒゲが多いやつはあまり良くないものと思ってください。じゃあ次にナスです。ナスは針があるものを選んでください。先っちょが細くて下だけがこう膨らんでる瓢箪型のものはまだ食べ頃ではないです。なるべくストレートなものを選んでください。このピーマンはこの針ツヤがあるもの、まずあとはここが六角形と五角形のものがあるんですけど、画数が多ければ多いほど苦味が弱いと言われてます。では次はキュウリですね。キュウリはまあ皆さん結構知ってる方もいるんですけど、このトゲがたくさんあるものを選ぶといいと思います。最後にキャベツですね。キャベツは人参同様にこの芯が細いもの、あとは重たいもの、重たいものということはこう実が詰まってるもの、葉が詰まってるものを選んでください。皆様もスーパーに行かれた時にこの野菜の目利きを実践されると新鮮でより美味しいものが食べられるようになると思います。ぜひお試しください。